じゃあ、 次の目的地は、うん、次の目的地は箕面田の淵。箕面田の淵。箕面田の淵、はいはい、どっちやろ。まあ、1回目に四国行った時に、うん、まあ、結構たびたびお世話になったとか一番長いかもしれない。長く行って合計では2回行ったんかな、うん、な、まあ、お気に入りのなぜか居心地がいい、はい、ちょっと故郷に戻る感じそうそうそう、歩いて温泉も行けるみたいですな、うん、それまだ行ってなかったな、うん、ちょっと行ってみようと、行ってみようか思います。よっしゃ、はい。着いた。あ、今日いっぱいやな。あ、じゃあ上行ってみようか。上行ってみるか。おっぱいじゃ乗っちゃうやん。ほんまや。あら、3回目いつも乗っちゃうやん。3回目あったということで、うん、サクッと到着しました。サクッと到着して、はい、で、サクッとサクッともう張ってますいつの間にみたいな、はい、ちょっと外を見てみよう。あ、ほんでからサクッとも、うん、巻きも準備してますこれでだいぶ今体力つこたな。だいぶね汗だくなここも何気にめっちゃいいよな。なあ、で後ろ小川が流れてる。車とまあ相変わらず、うん、僕らタープの下は椅子だけほぼ出さない何にもですね。物を取るときも車から取りに行く全部積んである。うまい。あと出す言うたら焚き火台ぐらい。そうやな、焚き火台とあとまあ机一個ぐらいかな、うん、出すかなって感じやね。ヤグとかもどうせ中からやし。めっちゃいい天気。めっちゃいい天気やな、うん、で今から歩いて行ける温泉があって、温泉に、はい、まあ行こうかと、うん、ハイウェイオアス、うん、っていうところなのかな。歩いて10分かからんぐらい。そうやな。なあ、はい、行きましょうか。行きましょう。行きましょう、はい、行きましょう。あのサンバかっこいい。あ、もうあれサンバな。サンバ、ホワイトレターです。すごい色塗ったんや。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいな。塗装も自分でしたんかな。したんかな。すごい綺麗。周りも縁黒なってめっちゃかっこいい。サンバやっぱいいよ、ね、いいなぁ。どこ得よな。ここやばない。いや絶景や。めっちゃ綺麗。やばって便利な言葉よな。ああそうやな、ね、何でも使える。若者は、うん、やばいって言わへんよな。嘘。やばって言うよな短縮してんの。あとなんかかっこいいって言わへんよな。なんて言うの。かっこよって言うちょっとかわいなってるやん。あとかわゆって言う。かわゆ、うん、かわゆっていう。かわゆすうなったらあれだ、しょこたなそれちょっと前よねさらに前な。かっこよって言うもんね。かっこよなんや、うん、かっこよ、うん、あ、いいじゃなくてよ、うん、それ恥ずかしくて使えへんな。30ぐらい、30代ぐらいまでかな、うん、まあ、使ったはる気がする。ほんま30代まだ使える。30代半ばぐらいまでかな。半ばぐらいまだ使える、うん、もうアウトや。使ってる。僕ら40代なんでそんなこと言わへん。なんて言う。かっこええ。かっちょええ。関西人丸だし。かっこええ。かっけえって。かっけえ。だってメールとか、うんうん、まあ、SNS とかでも、うん、僕かっこ笑い使うからね。いや私も使うけどあれアウトな。今どきいい日な。アウトな、うん、そう。いやもうアウトとかいうレベルにも達してどのラインもう何や。寄ってない。化石みたいな。化石そう。僕その何位ぐらい。やばい。オールドスクールなの好きなんで言葉もあえてカッコ笑い使いまくってる。いや使うよな今そういう時何で対応しはんの。何がかっこ笑い。私らかっこ笑いやん。もうないんちゃう。あ、ないの。なんかもわら草と古い。わらってもっと前やなんかなんとかで草っていう。うん、それ古い。それもちょっと古い。ちょっと古いの。うん、わらって一番初めやで、あれ。うそや、ま、マジで。もう
ミクシー時代より前やもん。うっそや、ミクシーって20年まあ、経つやろな、経つか。化石化したの。めっちゃ昔やん。化石化してるやん。わらって久々に聞いた。いやいやいや周りでかっこ笑い使ってるのもう俺だけやもん。あ、そうなんやな、やめるタイミングを失った感じ。入れてまうけどなやめるタイミングを失った。顔文字もさ、うん、なんかこれ使ったらおっさんとかなんかやってたりするやん。あるある。いや私使ってんねんけど本当に。いや顔文字自体おっさんなんちゃう。あ、そう。いや顔文字でもさ、うん、この顔文字使うのはおっさんとか、うん、なんか言わはるやん。ああ、え、全然使うけどと思って、おっさんの息足してもた。そうやな。そうやな、ちゃうで否定してよ。パークさんノーメイクやしな眉毛しか描いてへん。眉毛しか描いてないし、やばいな。な、眉毛描いてるだけまだマシ。そうやな。そう、描かへん人いい品か。おっさん入ってるな。ちょっとね。やばいな。せめて方向性はオバハンでいてほしいとこあるけど。ほんまや。方向的にはな。もう女性ちゃうやん。あるよね、なんか年取ると、うん、あの1年2年早いやん、うん、だからほんの5年前の言葉とかって、うん、もうすごい最近な気がするんだけど。あ、若い子の5年ってめっちゃ長いやん。長い。だからフルってなんだよ。なるよな、うん、私ら10年なんてさ、うん、なんか最近の感じさ、音楽とかも10年前の歌ってそんな古く感じひんやん。感じひんな。あれって年いった証拠よな。せやな。困ってるよね。なあ、うん、あの若い子がとか言い出したらもうあれよな、年いったなって感じ。せやな。なあ、だって自分からしたらもう30代でさえ若い子に見える。見える見える。うん、まや、怖いな。だってこっちは老眼やで。老眼なあ、もう息足して思ってる。せやで、若い要素ゼロやから。唯一どこ。やっぱりファッションからしてやっぱ若いことはちょっと何やろ、ボーダーラインあるやん。そうや な若い子って服をファッションできるやん、うん、あ、でも若くない人って服を服として着るのよ、うん、あ、その機能性。そう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 、かサイズに合ってるとか。そう、例えば今の若い子の、うん、あの、まあ、フレアやったり、うん、邪魔やん。フレアっていう言葉出てきたな。そうそう、裾邪魔や。だからシュッとさせるやん。あ、そうやな、まあ、オーバーサイズとかでも邪魔やん、うん、ヒヤヒヤするし寒いやん、自転車絡まるやんって。そう、だからフィットさせるやん。そうやな、確かに。そう、まあそんな感じですわ。現れました、あれです、ね、ミノタの湯。ミノタなんかな。え、ミノタなん。そうね、あ、成城石コーナーできましたよって。何それ。スーパー、お高いスーパーや。そうね、うん、まあ入ってみましょうか。興味ない。ということで、うん、さっぱりして、さっぱり、めちゃくちゃさっぱりところで、でちょっとあの、うん、今日は真面目にキャンプを、うん、いつもタープまんま張らへんしな、ね、相当僕らは面倒くさがりなんですけど、うん、ちょっと頑張りました。今日は頑張るメニューやな、はあ、出てるもんもすごい多い。普通の人からすると全然頑張ってないんですけど、透けとんないう感じやけどな、はい。今日はこんだけかい。ランタンも出しているんです。そうやな。そう、今日机ちょっと出してて、うん、こんな感じで、うん、机も出してて、そう、ラックもラック3つ出してる、珍しく。なあ、ちょっとね、うん、真面目なんですよ。ちょっと頑張ってる。ちょっとね、キャンプっぽいんですよ。いつもこの椅子とかだけやもんな。ね、どうですか。こんな感じで。この手抜き。はい。ちょっとね、今日は。私らにしては頑張ってる。今日はちゃんとやろうと思って、机も出して。うまや。しかもキャンプっぽいメニューなあ。ランタンもこう2個
3個。まあね、あのランタンスタンドとかはちょっと面倒くさかったんでカラビナで、はい、そこはちょっとできなかったんですけどしかもあれやもんな、ガス使うランタンちゃうし、そうやな、ちょっと寂しい。今日はちょっと、ね、でも頑張った方やな。頑張りましたね、はい、ということであの作っていきたいと、うん、あ僕は作らないですけど僕はちょっとね、むんちゃんも一緒にやる、横でビール飲んでるだけ。飲むの？ちょっとビール取ってくる。もう飲むの？もう飲むよ。早ない？まだ当てないです。これあの風呂のタオルです乾かしてもう乾いてるわ。もう乾いた？うん、当てまでちょっと、ちょっとね、うわ、すげえはい、もう夏全然荒いやん。Rage on that beat, going crazy.